はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日は PMI でよく動きましたね。ドルがこう売られたり買われたりと忙しい日にはなりましたけども、ただ一昨日ですか、ドル買われていて、高値も抜けてましたんでね、まあ、シンプルに押し目買いというのを意識していけば、まあ、対応はできた相場だったかなというふうに思います。ただ今日は金曜日でもありますし、まあいいところまでは戻ってきていますからね、少しまあ慎重な対応必要になりますかね。ではチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に平所重ねています。ドルは売りのトレンド、これはもうずっと変わらないですね。まあ今も調整の戻りに過ぎないという考えではあるんですけども、戻りの高値、このあたりを目指した上昇というのを今はちょっとこう意識しています。というのもこのあたりの調整レンジ、足場というのをイメージしていたんですけどね、高値を抜けてきたんですね。まあこれが一昨日になりますね。思ったよりもこの短期的な戻りが強い状況ではあるかなと思うんですね。昨日なんかも押しありましたけどもね、ちゃんと拾われていますから、青い短期の上昇トレンドをまずは見ていくことになるかなと思うんですね。目標はこの直近の高値を見てるんですけども、過去の抵抗ラインがここにあったわけですね。現在はここにぶつかっています。とはいえ目先の動き見てるとかなり強いですからね、まだこうドルの強さは見ていこうかなと思うんですけども、ただ一方で今日が金曜日ということもありますし、まあ、来週の月曜日が、まあ、アメリカもイギリスもお休みになるんですね。となってくると、まあ、調整の動きは多少こう出やすい日にはなるかなとは思います。まだトレンドの真っ只中ですからね、すぐにじゃあドルリラーとはならないですけども、ドルを買う場合はまあ高値掴めとかね、こういったのは気をつけたいところですね。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷え性を重ねています。まあ、円もちょっとこう弱いのは弱いんですけどね。ただ流れが止まってはきてますね。直近のですね、抵抗になっています。とはいえ、こう反発の形も見えてないと、安値圏での攻防というのが、まあ、今一番しっくりきますかね。まあ、すると現在地は、レンジを想定した場合はレンジの安値圏ということにもなっていますから、まあ、強い円買いなどはちょっと今考えにくいかもしれませんけどね、ただまあ調整のレンジの下から上とかね、こういったちょっとした買い戻しなんかはいつあってもおかしくないような状況かと思いますから、気をつけた方がいいように思いますね。もう一つ気をつけたいのが、あとはこういった見えた安値ですね、こういったのを割り込んでくるとこれ波になってしまいますから、下にこう大きく動くきっかけになってしまうかもしれません。まだ動いてないですけどね、割り込んだ際にはこれも十分気をつけて、見ていくことにはなると思います。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。一昨日ですか、かなり大きく動きましたんでね、昨日もそういった影響はあるかなと思ってはいましたけども、昨日は各国の PMI もね、たくさん出てきましたので、まあ、この影響もあってこう買われたり、売られたりという値動きは出てきやすい状況はあったかなと思います。ただまあとどめを刺したのが、アメリカの PMI ですかね、まあ、これでドル買いトレンドがはっきり出た。まあ、元々ドルは高値抜けてましたからね、押し目を買われたと言った方が正しいのかもですね。この強いドルに対してすごく反応した通貨を見ていきたいんですけども、意外とこの円が反応してるんですね。円買いの流れが少し出ています。これドル円気をつけたいですね。ドルにせっかく動きが出ても円も同じようにこう買われてしまっては、これ強弱の差がつかないですからね、ドル円値動き難しいということになってしまいます。このドルの動きをね、メインに見ていく際には、これに反応して通貨をしっかりこう見たいですね。例えば5ドルなんかも綺麗に反応してますね。ポンドなんかはかなり微妙ではあります。まあ、ユーロもちょっとこう反応鈍いですけども、まあ、円に比べればそれでもこう反応はね、見やすくなってくるかなと思いますので、ドルベースで見ていく場合は、ドルストを見た方が、まあ、値動きとしては分かりやすいかなと。もしくはドル円よりも黒線の方がね、分かりやすいかもしれないですね。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。今週のドル円、まあ、陽線若干出てきそうですかね。ただ僕はもうこのような調整レンジ見ていますので、なかなか難しい状況かなと。現在地真ん中で、真ん中から少しこう買いが入ってきているという状況ですけども、まあ、大して大きな動きになっているわけでもないですしね、まあ、真ん中から動いているに過ぎないですから、まあ、これに関しては週足環境、特にこう目立ってね、見ていくべきポイントはないように思いますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。まあ、冷やし目でも週足の調整レンジというのは見えてはいるんですけども、短期足を見ていくとこのような上昇トレンドは見えてますね。高値も若干抜けてきてますから、まあ、レンジの高値を目指した、まあ、上昇トレンド、波を追うのはいいかもしれません。ただまあ抜けてはいるものの、微妙といえばすごく微妙ですよね。通貨の強弱を見ても、昨日ドルが動いたタイミングで円の方にも買い戻しが入っています。ドル円というのはこの通貨の強弱がはっきり出てる通貨では全然ないんですよね。
まあ、それでもこうチャートの方を見ていくと綺麗なトレンドが出ているんであればね、それを見てもいいと思いますけども、今のドル円の例えばこの赤い上昇トレンドとかも、まあ、僕はもうかなりこう微妙な動きのように見えてしまいますんで、まあ、チャートを見てもすごく微妙と、通貨強弱を見てもドルと円になかなかこう差も出てこないとなってくると、なかなかこう手は出しにくい相場になってしまっているかなと思います。まあ、決してこうドルや円が動いてないというわけではなくてね、ドルもよく動いてますよね、円もよく動いてるかと思うんですけども、このドル円というところを見ていくとちょっと難しそうだということになりますね。なので、まあ、ドル買いを見るにしてもドル売りを見るにしてもなんですけどもね、ドルストもしくは、これについてくる動き、円相場に注目をして、まあ、黒線ですか、このあたりを見た方が、まあ、値動きが出てきやすくなって、まあ、その結果こうチャンスも出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、今週はずっと上げ基調ではあるんですけどね、これ動画でも何度も言ってますけどね、高値切り下げの動きに対して、まあ、安値は切り上げる動きになってきています。だいぶ先の方まで来てますし、まあ、少しこう抜けても来ていますから、もしかしたら大きく動いてくるかもしれませんけどもね、ただまあこれはもう動いた結果を見てから判断でもいいんではないかなと思いますね。昨日大した動きしてないですからね。焦ってこう何かをしていくような相場ではないかなというふうに思いますね。来週の月曜日、アメリカもイギリスもお休みになりますので、今日はより慎重に見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷え性を重ねています。昨日の早朝でしたかね、NVIDIA の決算があって、まあ、かなり良かったですね。まあ、当然株価も NVIDIA は上がってはいたわけですけども、ただ大きな環境ですね、ダウ平均を見ていくとあまり公開が入っていなかったので、ちょっとそこがまあ気になる動きではあったんですけども、昨日大きな売りが入りましたね。まあ、NVIDIA 関連のね、このあたりの値動きというのはまあその前兆だったのかもですね、ちょっとこう大きな売りが入りました。結果的にはこう NVIDIA 株もね、高値更新こそしたんですけども、潰されてしまったということにもなりましたので、ダウ平均に関してはちょっとこう売りを強く見ていくターンに入ってきたかもですね。これチャートの方を小さくしていくと分かりやすいんですけどね、まあいいところで売りが入ったというかね、高値を2回試して、まあ、結果抜けなかったという見立てになってしまいそうですね。そうするとまあここはレンジと見ていくことになりますし、このあたりがレンジの安値圏、まだ下げ余地十分残っているなというところで、これは売り目線ということになってきそうですね。多少戻りが入ったとしても、まあ、戻り売りは意識したいということにもなってはきそうです。まあ、一本上昇にどんどん下がっていくと考えているわけではないですしね、もともとまあチャートも強いですから、まあ、下がればこう買いが入ってくるというそういった環境はあるかと思いますんでね、まあ、焦って売る必要はないと思いますけども、まあ、ちょっとこう上値の重さが見えてしまうような、まあ、そういったターンに入ってきたかなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、1時間足に冷え性を重ねています。この日経平均も窓平均にどうしても引っ張られてしまっているところあるかなと思うんですけども、まあ、元々日経平均ちょっとこう弱いんですね。今戻りが強く入っていましたけども、まだ高値も抜けてない状況でしたから、その分上値の重さは感じますね。特にこの 39,000 円を超えたあたりからの上値の重さというのはこれはもう顕著に出ているかなというふうに思います。短期的な動きを見ていくと、まあ、上げ下げ上げ下げの動きは見えているわけで、まあ、押し目買いもなくはないと思いますけども、ダウ平均も上値重い形も見えてしまいましたんでね、どちらかというと赤い下落の戻り売り環境を見ていきたいなとはなりますかね。今ここで止まっているのが青い上昇トレンドの押し安値であったりとかね、サポート付近にはなっていますから、まあ、こういうところはどうしても抵抗出やすいですからね、突っ込みにだけまあ気をつけながらもちょっとこう売りをね意識していくようなターンに入ってきたかなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、1時間足に冷え性を重ねています。金相場ですけども一旦の崩れがもう見えてしまったように思いますね。ポイントとして2380ドルというのを僕は見てました。上昇トレンドの押し安値ですね。なので、まあ、波の起点部分になっていたところ、割り込んだらちょっとこう買っていくの難しいというところが、まあ、昨日のスタートだったわけですけども、まあ、朝からドーンと行ってしまいましたんでね、まあ、これは厳しい結果かなと。まあ、このあたり2400ドルを超えてからね、わちゃわちゃしましたけども、結果的にまあこれも高値を抜けなかったというふうに見られてしまいそうですね。まあ、下のサポートはもうはっきり見えています。上の抵抗もこれで見えたということになりそうで、高値2420ドルとか30ドルあたりですかね。まあ、下のサポート2290ドルあたりですか。現在地はちょっとこう真ん中付近ですけども、まあ、上からの売りが強いですからね。安値圏に向けた下落というのをちょっとこう想定して見ていくことにはなりそうです。ただ、チャート自体はずっと強いですからね、もっとこう上位足を見ていくと押し目買い環境というのはなくなっているわけではないですから、まあ、下がれば買いが入ってくるという環境はね、まあ、全然あるかと思いますけども、ちょっとこう目先の売りが強いですからね、押し目買いを見るにしてもちょっとそこは慎重に見たいところですね。
はい、ということで、まずはドル円ですけども、短期的には上昇トレンドが出ているかと思います。高値も抜けてきていますから、まあ、シンプルに、買いを見ていくというのも一つありだと思いますけども、ただ一方でしわし見ていくと結局レンジの真ん中付近で、まあ、買いが入ってきているという状況ですから、少しまあ環境も難しいと。あとはこう通貨強弱を満たす際にドルと円、このあたりがまあ、あまりこう差がついていないというところもちょっとこう気になるところ。まあ、PMI のドル買いに円が反応していなければね、上昇もこう見ていくのもありだったと思うんですけども、まあ、そこのタイミングで円も買われてしまってますんでね、値動きは難しくなってきそうだなと思いますが、どうでしょうかね。はい、あとはドルインデックス、まあ、こちらもやっぱりよく動いてますね。上昇トレンドが、まあ、短期的にこう少し見えている状況です。まあ、調整レンジから上抜けたといったイメージですかね。直近の高値を目指した上昇を見ていくんであれば上げ余地はあるんですけども、過去のサポートラインにぶつかっているというところで、少しまあ難しい判断にはなってきそう。まあ、加えて来週の月曜日が、まあ、アメリカもイギリスもお休みということになりますから、まあ、よりこう調整も出やすい状況かと思うんですね。まあ、調整でこう売りが入るというよりも、このあたりこう揉んでしまうというかね、買いが入ったり売りが入ったりというまあ難しい動きが出てきそうというところで、まあ、今日ちょっとこう慎重に判断はしたいということですかね。高値をつかむとかそういったのはね、慎重に見ていきたいところですね。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。